还蛮好看的。一生懸命片片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 这是中川先生一家搬入临时住宅的第三天，受灾后如浮萍的未来似乎有了岸。トイレが満で、ここお風呂。ちょっと洗面所があります。人在临时的家，心却挂念老家。门上贴着危险红单。地基崩坏，房屋倾斜，虽不到全毁，但已无法住人。啊，そのこの下が全く見れないので、何とも言えないですね。四口之家申请到三房一厅、一套卫浴、约11.8平的临时住宅，是三种规模中大家族房型。其次，小家庭房型两房一厅含卫浴，约8.9平；最后则是独居单人房型，一房一厅含卫浴配置，约5.9平。强震中70000多户有家归不得的民众，日本政府透过搭建4600户临时住宅、租借8200户公寓、提供9600户公营住宅，缓解灾后居住困难。回してもらって生活させてもらったからにはやっぱりやめられないし、一時はそこで働いて、まあ今後はまた地震が来ればちょっと分かんなくなりますけど。难以担保，若再有灾，不排除从乡下移居都会区。一家人更因为热食发放认识此地。結構好き嫌い多くて、この台湾の炊き出しをもらい始めてから、いろんなもの食べるようになってきて、でいつも食べないものもよく食べるというか、大人分全部完食。区像中川先生一样的年轻人越来越少，大批青年离职离家，灾后无以寄望的长辈又该何去何从？大爱新闻赵培婷、李建宽、陈立伟，日本报道。